皆様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。さて今日は、ゴールドコーストとハワイ島を結びまして、生中継をお送りしていきたいと思います。さて今日はですね、暦の上では一粒、万倍日、そして大安なんですけれども、この一粒万倍日というのはですね、暦の上で一つの粒が、たくさんも1万倍になっていくよというですね、とても縁起のいい一日でございます。それでは、そんなですね、とっても縁起のいい一日にオーストラリアとハワイを結びまして中継をお送りしていきたいと思います。それでは、早速、中継先のハワイの方でスタンバイをしていただいています安川優子さんにお電話の方をつないでいきたいと思います。優子さんはですね、ハワイアンリトリートと言いまして、ハワイ島にやってくる生息している野生のイルカたちと泳ぐ、とっても素敵なですねリトリートツアーを主催されている方です。安川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さあ、ゆうこさんの今いらっしゃるハワイ島の今日は気持ちのいいデッキからご出演をいただいています。ゆうこさん、ハワイ島のお天気の方はいかがでしょうか？はい、今日はとってもいいお天気で、暑くて汗が出てきてしまうぐらい暑いんですが、コナウィンドと言われる風が吹いていて、とっても気持ちのいい一日です。いいですね。後ほどちょうどハワイの時間が夕方に当たりますので、対談をしている間に美しい夕日が皆様の方にお届けできるのではないかと思います。ゆうこさん、それでは今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さて今日のこの、ソーシャルメディア世界どこでも TV でございますけれども、インターネットを活用いたしましたライブ配信ということで、ただいま、南半球ゴールドコーストとハワイを結んで生中継でお送りしています。そして、世界中どこでもインターネットを通じてこちらの模様を皆さんに視聴いただけるんですけれども、もう一つこのインターネット配信のですね、特徴としましては、今私の方も画面を出してみるんですけれども、皆さんの画面、このような画面が見えてるかと思いますけれども、左側の、生中継の画面の右の方に、ソーシャルストリームという枠があります。こちらソーシャルストリームのボタンをクリックしていただきますと、こちらの、長四角の枠が出てきますので、こちらにですね、皆さんのツイッターとかフェイスブックとかミクシー、もうユーストリームでももちろん大丈夫ですけれども、外部のメディアの ID でログインをしていただきますと、こちらの方に皆さんの書き込みをオンタイムで、送っていただくことができますのでね、ぜひ皆様の感想ですとかハワイのご質問などもお寄せいただきたいと思います。早速名古屋の方からコメントありがとうございます。今日は日本では台湾、ハワイでも縁起の良い日なんですね。はい、名古屋から山下さん、ありがとうございます。はい、それではカメラの方、ハワイ島の方に切り替えていきたいと思います。まずは皆さん、安川さん、自己紹介から参りましょうか。はい、ハワイ島から安川さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。普段は、日本では横浜に住んでいまして、はい。今は1年の半分ぐらいハワイと日本と行ったり来たりをしています。で、お仕事は、コーチングをメインにしてまして、はい。その他にカウンセリングや、セラピーやヒーリングなどを通して、その人がその人らしく、ハッピーに輝くというお手伝いをさせていただいています。また、その他に、コーチングをベースにしたコミュニケーションのセミナーの講師などもさせていただいています。はい。そして、年に2回ですね、こちらのホワイトに来て、ハワイアンリートというものを開催をしています。もうなんかとってもハワイのファンの方多いと思うんですけども、理想的な生活だなというふうに思うんですね。皆そうです。さんね、会社勤めとかされてらっしゃる方ってハワイが大好きだけど、お休みが取れるのがお正月とか、それからお盆の頃とか、もう本当に繁忙期で値段も高くて、そんな時にもうね、3泊4日とかでね、しか行かれないわっていう方が多い中で、ね、今回も1ヶ月半ぐらいですか、ご滞在されてて。長期滞在でね。はい。で、しかもそのハワイ島でのリトリートがお仕事になっているということなんですが、さあ、まあ、今はね、理想的なもう本当にノマドワーカーの生活を過ごしていらっしゃる安川さんなんですが、もともとは
一人で電車とか一人でレストランに入れない箱入り主婦だったっていうお話がありますが、普通の主婦がなぜ現在のような海外ノマドワーカーになったのか、そのあたり非常に興味があるんですけども、はい、そのいきさつからまず皆さんにご紹介していただけますか。はい、わかりました。本当に22歳で、仕事別にやりたいこともないし、特になんか人生の目的とかやりたいことがあったわけではなく、普通に結婚して子育てをして、旦那さんの両親と同居してという生活をしていました、はい、でもともと小さい頃からこう感じやすいタイプだったんですけども、はい、やっぱりいろんなことをでも感じるのをこう蓋をしてきてしまっていたんですね、でもなんか次から次へとなぜかいろんな出来事が起こってきて、はい、もう自分の人生とこう向き合わざるを得ないような出来事が次々起こってきました、はい、でそこでやっと、本当にたくさんのことがあった時に、自分はどう生きたいのか、本当はこの人生で何を成し遂げたいのかっていうことに、はい、やっと向き合うことができて、はい、私の人生は私が選択していいんだっていうことにやっと気がついたときに、コーチングとかヒーリングとかっていうものに出会いました。なるほどね。はい。人生が変わるターニングポイントって必ずしも心地よい体験ではないことが多いんですよね。皆さん結構人生が揺すばれるようなものすごい苦しい体験が多いと思うんですけど、具体的にちょっとその頃のことを思い出すのも辛いかと思うんですけども、自分の人生がこう飛躍した、分岐点だったと思います。具体的にはどんな大変なことがありましたか。そうですね、もう結婚してすぐに、元旦那さんの会社、倒産したりとか、なので会社を継いで社長になるはずが、会社が倒産したりとか、子供が難病になったりとか、姑で、ちょこちょこ問題があったりとか、はい、あと子供が、不登校になったり、ちょっと別居があったり、はい、親の家事があったりってことがあって、常に頑張りすぎていて、でも答えが見つからなくてずっともがいていて、で頑張り続けていたら自分が倒れて病気になってしまったんですね。なるほどね。パニック障害になって、その後も心身ともに疲れて、救急車で運ばれて病院に入院するということがあって、そこからもう1年ぐらいはうつ病になって家から出られないっていう状態になってしまったんですね。でそれをなんか克服していくプロセスで、コーチの方がヒーラーのお友達とかにすごく助けられて、本当に自分が望む人生を選択しようっていうふうに初めて思えたんですね。なるほどね。そこに気づくまでの暗いトンネルっていうのは本当におつらかったかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。よほどそれほど大きな辛いことが起こらないと、人間ってなかなか根底から今までの生活を変えるのって難しいっていうのもあるかもしれないですよね。きっと起こるべきして起こったことだったと思いますけど、その後半の安川さんの人生っていうのが非常に大きくガラッと変わった、今日はそのあたりの深いお話をですねお聞かせいただければと思っています。はい、さて今現在そのここからというですね、ご活動をなさっていらっしゃるんですが、このここからというのはどんなご活動が中心になるんですか。はい、はい、まずここからっていう屋号に3つの意味がありまして、はい、まず今ここから何かをこう、はい、始めませんかっていう、私も本当にある程度年齢行ってから自分、はい、変われたので、もう年だからとか、いつかもう遅いではなくて、本当に今気がついた時、今ここから自分がこう始めたら始められますよっていう意味と、はい、あと心も体もやっぱりこう健康であることが大切ですよねっていうところで、心と体も自然体に行きましょうっていう提案をしたら、そしてあと3つ目が、みんなってみんないいっていう意味があって、ここから大事にしましょうっていう意味があって、ここからっていう屋号にしてるんですけども、さっきお話ししたんですけど、コーチングやカウンセリング、ヒーリング、その人に、今必要と思うものをセッションさせていただいて、その人がその方らしくハッピーになるためのサポートということをさせていただいています。なるほ
どね。その中には今回のようなハワイ島でのイルカとヨグリトリートの、ツアーがあったりとかいう、あの一環だと思いますけれどもね。なるほどね。さて、じゃあいよいよハワイのお話の方に、あの行こうかと思いますけれどもですね、はいはい、今いらっしゃるこのハワイ島なんですけれども、ちょっと今いらっしゃるところのね、場所を少し簡単にご紹介していただいてよろしいですか。はい、はい、皆さんこうハワイというと、ホノルル、あのオアフ島をイメージされると思うんですけども、はい、オアフ島とは違った、もう大自然がいっぱいのハワイ島ところに今います、はい、その中でも、サウスコナというところですね、あの皆さんこうコナコーヒーって聞いたことあると思うんですけども、はい、この地域で売ったコーヒーのことをコナコーヒーって言うんですけども、はい、そのサウスコナというところにいます。で、本当に火山、今でも火山がこう、活火山で、はい、周りがよがいっぱいで、はい、もうとにかく自然のまんま、そのままあるっていう大地のエネルギーをすごく感じられるような場所です、はい、なるほど。今のお預かりしているお写真の方をですね、皆さんにご覧いただいているんですけども、これは、今火山の活動の模様ですが、こちらはどのあたりになるんですか。はい、それはキラウエア火山と、はい、今でもあの煙が出ていて、暗くなってから見ると、はい、あの赤い炎が出ているのが見えるんですね、で今でも溶岩が噴き出していて、はい、実はこのハワイ島どん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 面積が広くなっているんです、らしいですね、はい、いるっていうところなんです。まさにこの大地の鼓動を感じるハワイ島なんですけれども、そして、いくつかハワイのお写真のご紹介させていただこうと思うんですけども、こちらのお写真が、はい、今ですね、後ろから撮ったお写真なんですけど、皆さんこのハワイのフラの装束をつけてですね、いらっしゃる写真、こちらはどんなお写真になりますか。はい、これがあのキラキラ火山の、ハレマッソ火口というところで、あのフラをあの神様に、そこにあのペレというか女神様が住んでると言われてるんですけども、はい、その女神様に、奉納する踊りをするというところを、はい、たまたま見させていただいたんですね、はい、なんか日本ではちょっとフラってなってる方もたくさんいらっしゃって、なんかカルチャーセンターだったりとか、はい、あちょっとクラブでやってる方とかもいらっしゃって、あの楽しいし、あの美しいしっていうところがあると思うんですけども、はい、あ本当のフラの意味ってこういうことだったんだっていうことを、この場所に行って、あの初めて、はい、あの知ることができて、もうそのすごく鳥肌が立ったんですね、はい、なるほど。すごく神聖な雰囲気がお写真からもね、あの伝わってくる様子ですね、はい、そして、まあ、ハワイ島というと、まあ、大自然、至る所が本当にこう大地とか空とか海の鼓動、勢いを感じる、エネルギーを感じるパワースポットでもあると思うんですけども、続いてのお写真こちらですけれども、はい、これがまたすごいお写真ですね。これはサンセットでしょうか。そうですね、はい、ハワイ島の中で一番高い山で、マウナケアという山なんですけども、はい、標高が4205メートルありまして、はい、頂上まで車で行くことができるんですね、はい、でそこから見たサンセットを写真撮ったらば、あのすごく綺麗な光が撮れていて、はい、でこ の, あの日が沈んだ後にですね、もう満天の星が見えるんです、はい、あすごいですね。これはやっぱり現地に行って体験してみたくなりますね。すごい。ぜひ見ていただきたいんですけど、また夕日がこう五光が差しているような感じでお写真が撮れましたね、この日もね。そうですね、そして雲海がこう下に見えるんですね、はい、そうです。4000メートル級ですか。富士山よりも高いということになりますか。高いです。そこまであの車で行けちゃうので、歩かないと、なるほど。4000メートルというとかなり空気の方も希薄な感じになってくる高さですよね。あの行く時に3000ちょっと手前ぐらいのところに、あの鬼塚ビジターセンターっていうのがあるんですけども、はい、そこでちょっと1時間ぐらい休憩して体を慣らしてから、あのその後一気に頂上まで車で行って、
はい、ハワイというととても暑い南国のイメージがあるんですけども、何でもこの辺りは雪が、観測される地域ということですね。そう、私たちが行った前日まで雪が積もっていて、マウナケアっていう意味が、マウナっていうのが山っていう意味で、はいはい、ケアっていうのが白いっていう意味なんですね。はい、白い山という意味で、はい、雪が積もるとスノーボーダーたちがボードを持って滑りに、すごいですね。そうだからハワイっていうとね、もう海のイメージありますけど、実はハワイ島では雪が観測できるようなこういった標高の高いお山もあるんだそうです。これはねぜひ行きたくなります。私もハワイ島大好きなんですけれども、今まで結構リゾートにずっと滞在してぼーっとしていることが多かったので、次回行った時はぜひね、このマウントケナでしたっけ、こちらにもケーブでしたっけにも行ってみたいなというふうに思いますね。はい、自然と一体になれるですね、素晴らしいお写真をお預かりしています。そして続いてのお写真ですけども、こちらになります。はい、これは、今海のへりのところに、岩場のところにね、おかけになってこう瞑想しているようなお写真が出てますが、こちらはどんなお写真でしょうか。はい、はい、ここはです、ハワイっていろんなビーチがあるんですけども、はい、ここはグリーンサンドビーチと言いまして、はい、その名の通り緑の砂浜なんですね。はい、で白い砂とか黒砂のビーチもあるんですけど、はい、こう宝石でペリドットっていうグリーンの、はい、あるんです。それの、原石の砂浜で本当に緑してるんです。はい、すごい、宝石の粒でできた砂浜みたいな感じなんですね。すごいですね。緑色、ここでなんかこう瞑想とかをするとすごくいいイメージが湧き上がってきそうな雰囲気ですね。ここもまたね、でした、ね、グリーンビーチというところですね。はい、それではもう一度画面の方を切り替えまして、ハワイ島の安川さんの方にね、電話の方をつないでいきますけども、さて、ハワイ島の大自然を中心としたお写真で、現地の魅力をお伝えいただきましたけれども、さあいよいよですね、安川さんがハワイ島でなさっているハワイアンリトリートですね。はい、こちらのご紹介を皆さんにしていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。こちらのハワイ島のコナというところに、はい、滞在をして、はい、5泊2日でプログラムを作ってるんですけども、はい、ですね、何を大事にしてるかって言いますと、はい、なんと何もしないということを大事にしてるんですね。それね、贅沢なことですよね、すごくね。うん、何を楽しむっていう、はい、今までやっぱりせっかく行ったからもうあそこもここもここも行きたいとか、はい、こんな体験したいって皆さん思うと思うんですが、はい、逆に何もしないということの豊かさ、それを楽しむということを大事にしています。はい、で大自然の中に身を置くことで、本当にこう自分の内側にアクセスしてみる。ついついやっぱ忙しいと、はい、こう考えることが優位になってしまって、はい、本当の自分の気持ちとか、本当に自分が何を望んでいるのかということを忘れてしまって、はい、なんか一生懸命とにかく日々仕事をこなすっていうことが当たり前になってしまってるんですけども、そうじゃなくて本当に自分のために自分の内側にアクセスして感じるっていうことをしていった時に、心も体も魂もこう癒されるっていうことが起こってくるんですね。その中でこういう大自然の中に行ってみたりとか、安いイルカと泳いでみたりとか、普段体験ツアーとかでは体験できない、はい、この自分ならではの方との交流をしたりとか、本当に家庭で食べているお料理を食べたりとか、そういうことを通してもう皆さん本当にこのリトリートが終わった後に、はい、本当にかったことをこう行動を起こしているっていうようなことが起こっています。なるほ
ほどね、まあ、ハワイ島というすごくこうスピリチュアル的なエネルギーも高いところですから、で特にあの現代人の私たちって忙しすぎて立ち止まることを忘れてしまうことが多いですからね。だから逆に本当にその自然とつながる一体感になるというふうに本当に自分の意識も体も一回ハワイ島の中に置いてみるってのはとてもあの大切なことなのかなと思いますね。はい、あ、安川さん、ちょっとねカメラがですねあの下の方に向いてしまって、もう少し上の、あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。なるほど。そしてまあそのハワイ島の方でされているお仕事の中で、まあ、特に今回ですね、はい、お伝えしたいのがイルカと泳ぐ、ね、リトリートということですけども、こちらはどんな内容になるんでしょうか。はい、はい、あのよく、あのホテルでこうイルカを触れるよとか、はい、あと館とか、あのイルカあると思うんですけども、はい、こちらで本当にあの 100% 野生、野生のちゃんと泳ぐことができるんですね、はい、でボート船に乗ってイルカちゃん、イルカのいるところまで行って、はい、あの泳ぐっていう方法と、あとはこちらでは普通のビーチに実は野生のイルカがやってくる場所が3カ所ありまして、はい、そこと普通にビーチから、あの入って行ってイルカと泳ぐことができるんですね、あの実は今日満月なので、はい、あのイルカはあの月明かりの中で、沖でイルカを捕食するんですね、で沖で夜中にいっぱいイカを食べてきて、そしてその3カ所のビーチのところに休みに来るんですね。でそこに我々が行って遊んでもらうっていうことができるんですけども、ちょっと今日もビーチに行ってきたんですけど、残念ながら今日はあのイルカちゃんとは遭遇できなかったんですけども、本当に野生のイルカは全く警戒心を持たずに、とってもフレンドリーで、あの時にはあのなんかこう枯れ葉を、ね、海の中で拾ってイルカちゃんに見つけて、こうで群れで、ね、あのパスしながら遊んでいたりとか、あとスキニをしてもう遊んでいたりとか、まあ、親子で泳いでいたりとか、交尾をしているイルカちゃん、自由、なんかもう本当に言葉で説明できない、このハートが開く感覚と、なんか溢れたエネルギーを受けることができて、このエネルギーとか同調するからなんでしょうかね、すごく癒しの効果が。なるほどね。野生のイルカと泳いで、あの優子さんが気づいたことっていうのはどんなことがあるんですか。そうですね、あの、本当その自由さっていうのを見たときに、あの私はそれまできっと水族館の中で守られたイルカだったっていうふうに気がついて、あの、まあ、旦那さんもいて、あの餌ももらえるし、あの敵サメもいないしっていう安心安全なその小さな水槽の中にいたんですけど、その野生のイルカと泳いだときに、あれって私もしかしたら野生のイルカだったのかもしれないって、しまったし、もしかしたら泳ぎ方も忘れてるかもしれないけども、やっぱり私は大きなあの海に戻ったんですね。はい、なるほどね。とにかく自由だよ、遊んでいいんだよって、そしてこう遊ぶことに罪悪感ってどっかありませんか。ありますよね。皆さんがこうね、汗、額に汗して働いてる時に一人でサウナに寝てていいんだろうかとか、たまにそういうか日本人って特にありますよね、勤勉な、ね、あの民族だからね。なるほど。こう人生楽しもうよと、すごくあのメッセージとして受け取りました、なるほどね。そして今回この野生のイルカとのリトリートの時にまたハワイアンスピリットがお祝いに来てくれたっていうようなお話があったんですけども、ちょっとこちらのお写真の方をご覧いただきたいと思います。はい、ハワイのウミガメです。はい、これはどんなタイミングでご挨拶に来てくださったんでしょうか。はい、あの、リトリート中にですね、あのハワイアンチャンティングと言って、あのハワイのこうビートみたいなのをあげて、あの皆さんがいらした時にこう礼を差し上げるんですけど、それをあのそのお花を一個ずつこうリリースしていきながら、こう自分の中のいらないものを手放すというような儀式をしていたんですね。で、そのハワイアンチャンティングをして花をリリースしている時に、もう亀がたくさん寄ってきて、びっくりしたんですけど、
なのでこれもう本当に透明な海のところで神が、でお花と一緒にたまたまあの撮れた写真なんですけど、プレメリアですかね、ハワイの。そう、ね、メリア、すごくハワイの、ザ・ハワイというような素敵なショットがですね、まあ、偶然だったんですけども、撮れた様子でございますね。はい、いやな、本当にお話を聞いてると今回、ね、9月のリトリートのツアーですけど、私ちょっとこのツアーができるいきさつを、知っているだけになんだかものすごくこう感慨深いというか、そんな気がするんですけども、一時はちょっとね、この9月リトリートのツアーできるかななんて思った時期もありましたね、そういえばね。であのそうです、はい、あのワーカー養成講座に、はい、参加させていただいて、キムさんとお話しさせていただく中で、はい、もう自分のマインドがこうチェンジするっていうきっかけがあって、多分キムさんと出会ってなかったら、もしかしたら今回は開催してなかったかもしれないですね。あのタイミングですもんね。7月ぐらい、7月の真ん中ぐらいだったかな、中旬ぐらいにお話を聞きまして、それでまだ9月の、ね、中旬過ぎだったので、まだ時間はあったんですよね。ただ、まあ、7月の初めの頃ので、まだまだ予約が入ってなくて、でちょっと優子さんの方も、少し弱気になっていてですね、それでその時にお話しさせていただいたのが、お客さん全くいないところで一人でポツンと寂しくハワイ島に行ってるのが楽しいのか、それとももう皆さんがもうイルカと泳げて本当に嬉しいですって言ってる中でいらっしゃるのどっちがいいですかって、どっちか選んでくださいって確か聞いた記憶があるんですよね。はい、そうしたらもうあれ本当に不思議なんですけど、私が宣伝したわけでも、私がお客さんにお声をかけたわけでは全然ないんですけど、本当に月夜の晩でしたかね、お客さんがイルカに乗ってそうですね、月は確か新月だったと思います。新月ですね、新月ね、願い事が叶いやすい、宇宙に届きやすい新月の日にお客様の申し込みが来たと。ちょっとそのいきさつお話ししてもらってもいいですか。はいはい、本当に今井さんがおっしゃっていただいたように、なかなか参加者の方が集まらずに、なんかもう最初最高人数3名集まらなかったら今回は中止しようかなって思っていた時に、急にそうやって聞かれて、あ、やっぱりそうだ、私やっぱりやりたいって思って、でこの集客っていう言葉がこうあんまりこう好きじゃなくって、どう言ったらいいんだろうって思っていたんですけども、キュンさんがイルカに乗ってお客さんがニコニコしながらそうそうドアを開けるのをイメージしたらいいよって言って、そうそう言いますよね、はい、その言葉がもうすごく私自身もワクワクして、そう、なんかこう来てくださいっていうんじゃなくて、下の方からもうイルカに乗って、もう行きたいってい こう喜びのエネルギーで来てくださいイメージしたら、先月の時に3名申し込みがあって、その後の時も、さらに2名に起こって、本当の気持ち一つで、こんな風に変わるんだなっていうことをご体験させていただきました。本当に本当にイルカちゃんに乗ってきた感覚で、私もお客様が申し込みしてくださいましたって優子さんからすぐメッセージをいただいて、もう本当に自分のことのように嬉しかったことと、それと私もそのハワイで大好きな体験っていうのがやっぱイルカと泳ぐことと、それとウミガメと泳ぐっていう体験が何回かあったんですね。でその時の体験を思い出して、私はオアフの方だったんですけど、もうこれはもうね、体験した人でないとわからない感動なんですよ。そうですね、もうね、人生の良かったことの必ずベスト10にいつも入る、そういう体験です。すごいんですよ、やっぱ野生の生き物だから、必ずじゃあ時間にここ待ち合わせして来てくださいねっていうのは絶対無理なんですけど、たまたま遭遇できたとかね、それでたまたまそこに癒せることができた幸運とかいうことが重なって、私も泳いだことがあるんですけど、私はね、イルカたちがね、すごい大群が自分がシュノーケリングをしてた時に、その自分の舌をブワーって取り過ぎたのを見たんですよ。もうすごかったですね。もう何頭ぐらいかな、もう優に30頭は超えてたと思うんですけど、
ちっちゃい子供のイルカを真ん中に守るように大人のイルカたちが泳いでたりとか、で途中その集団の中でも必ずおちゃらけもんっているじゃないですか。でおちゃらけもんが逆行して泳いでみたりとかね。ゆうこさん見られたのと似た体験だったんですけど、あとはそのハワイアンスプリットの現地でフヌって言いますけどね、ウミガメですね。ウミガメが海底にいて、それがウミガメがボーンとこう水面の方に上がってきて、ウミガメと目があったんですよ、かなり至近距離で。それでそのままもうお水の中に浮いたまま、亀と10分ぐらいずっと浮かんでた経験があったんですね。もうすごい体験でした。言葉じゃないんですよね。もう生き物同士のこのエネルギーの対話みたいな、そんな体験があって、それで本当にその体験が素晴らしかったので、優子さんがそのハワイアンリトリートをされてるって話を聞いた時に、これはもうぜひ皆さんに体験してほしいなと私も心から思った記憶がありますね。これはもう体験した人でないとわからないんです、皆さん。子供本当とに。か写真は伝わらないんですね。そうなんですよ。もちろん先ほどね、ご覧いただいたお写真も本当に美しいし綺麗だから、もうこの写真見てるとね、本当にいいなーっていうふうに思うんですが、これね、もう波の音とか、それから水中の音とか、それからその肌で感じる温度とかね、そういうものなんですよ。でまた水中のイルカのね、歌っていうのがね、もうこれ本当に魂が震えるような体験なんですよね。涙が出てきちゃう、本当にすごいですよ、皆さん。ぜひ行っていただきたいですね。でハワイ島はまたね、コナの空港を降りるともう溶岩の独特のもう真っ黒の大地なんですよね。もう何もないっていうようなこの大地をですね、何キロも走ってようやくポツンとリゾートが出てきたりとかする感じのところで、ぜひ皆さん魂のこうお掃除浄化デトックスでね、ハワイ島ぜひ行っていただきたい。またオアホアで楽しいですけどね、いろんな楽しいお店やおいしいショップとかたくさんあって、オアホアでいいと思うんですよ。でもオアフからぜひ一度コナの方に飛んでハワイ島を体験していただきたいですね。もう絶対おすすめです。ね。次回のハワイアンこのイルカのリトリートというのはもうすでにご予定とかっていうのはあるんですか？来月の、来2月。月のあ、来年中旬の2月の中旬に。に、開催を予定して開い催。ます。こちらの方はもう募集が始まっているんですか？こちらはまだ募集始まっていないので、詳細決まり次第、Facebook やブログでお知らせをさせていただきたいと思ってます。来年の2月ということですから、皆さんぜひ2月の頃お休み取れる方、ぜひね、もう本当にもう特別な魂をこう浄化するような素敵な休日になると思いますのでね。安川さんの Facebook の方をここでご紹介させていただこうと思いますけれども、安川優子さんですね。Facebook.com スラッシュの優子ドット安川ドット16って何か特別な意味があるんですか？いや、ないです。ない。安川さんのページでございます。それでFacebook のね、お作法としてですね、知ってる方との、ね、交流を深めましょうというのがFacebook のね、趣旨になってまして、もし今日のライブを見ていただいて、リトリートご興味あったりとかするときにですね、ぜひ一言、ハワイのね、リトリートに興味がありますとか、安川さんが分かるような感じでメッセージをしていただくと嬉しいですね。ぜひよろしくお願いします。それでは続いて、ハワイにね、長期滞在されていらっしゃるということで、安川さんの方からですね、ハワイスピリッツ、ね、ハワイの方々の素敵なところなどをしばらくご紹介していただこうと思いますけれども、長期滞在してハワイってやっぱりいいなって思うところってどんなところですか？とにかく人がみんな親切なんですね。ね、スーパーに行って何か買い物してると、どうしたの？って。もういろんな何人からも声をかけてもらったりとか、最初はなんかお金のけあのどのコインの人だかがわからない時があったんですけど、でわからなくて、もうお財布全部出して取ってって言って、そしてこう取ってくれるんですよ。
そんなことがあったりとか、もう車を運転してても、もう入っていいよって言って譲ってくれたりとか、あとはお年寄りすごく大事にしているところとか、たくさんあるんですけども、ちょうど私先週すごく感動する出来事があったんですね。車を運転していて、パンクしてしまったんです、車が。それってどうしようと思って、もう誰 もう周りに普通ハイウェイだったのでどうしようと思って、とりあえず一番近いガソリンスタンドまでゆっくり走ろうと思って、車を止めて、そしたらたまたま、ガソリンを入れに来ていた男性が声をかけてくれて、どうしたのって、いや実はこういうわけでって言ったら、その彼が自分のガソリンを入れるよりも前に私の車のパンクを直してくれたんですよ。後ろからスペアのタイヤを出してくれて、そのタイヤのエアーまで測ってくれて、もうあとだらだら流して、もう、手が真っ黒になりながら、何の文句も言わず、もうすべて直してくれて、もう本当にありがとうございますって言ったら、みたいな、大したことないよっていうような顔で、もう爽やかに去っていったんですね。もうそのあり方にとっても感動して、これがアロハスピリッツなんだなっていうふうに。あったかいですね、島の人たちはね。特にハワイ島って古い歴史の中で日本の方がですね、移民をされて一生懸命ハワイでお仕事されてたなんていう歴史もありますから、日本の日系の方ですよが、根付いている土地柄というのもあるでしょうしね。だからもしかすると、もう同じその祖国から来た、ね、遠い親戚かもしれないなんていう思いもきっとあったりとか、多分島の人ってこう、なんか島ぐるみでこう皆さんが思い合って生きている素敵なエネルギーがあるんでしょうね。いいですね。あと浄化の島なんてお話があるんですけど、この辺りはいかがですか？そうですね、はい、人って呼ばれてる人じゃないと来れないってよく言われるんですけども、自分の準備ができていないと来れない島だって言われてるんですね。で来てみると楽しいだけじゃなくて、実はいろんなことが起こってくるところで、例えば体の調子が悪くなっていれば、メンタルの部分で、自分の内側にあるこう怒りとか悲しみとか、そういうものがわーっと吹き出してきて、なんか見せられる。で、なんかこれをどうしたら、あなたはどうしたいのっていうのを、あなたはどう生きたいのっていうのをすごく見せられる島でもあって、なのでコリトリートにいらした方も具合が悪くなる方も中にはいらっしゃるんですけども、でもみんな浄化浄化って誰も心配しないんですよ。で、本当に具合が悪い場合もあるんですけど、そうではなくって、もともと自分が持っているものがこう出てきたりとか、していて、でも帰るまでには皆さんすごく元気になって、逆に来る前よりも元気になったりとかっていうことがあって、私の中では高速洗濯機って呼んでるんですね。もう大きな洗濯機でもう高速回転でこう洗濯をされて出てくるみたいな、ちょっと痛いんですけど、痛いこともあるんですけど、それだけすごく自分が浄化されるところだなっていうふうに思います。今お写真の方がですね、これハワイ独特の彫刻がこう海に向かって立っているようなお写真なんですが、こちらは、どんな様子のお写真なんでしょうか？こちらですね、よくハワイ島のガイドブックとかに表紙になっすると思うんですけども、こちらとハワイ島のホナウナウという場所にある、ティキなんですね。でこのホナウナウというところには王家の墓がお墓があるところで、昔のハワイの、法律で罪を犯した人も、ここの、ホナウナウのところまで泳いでたどり着いた人は、たとえどんな罪を犯しても許されるという許しの場所ですね。でリトリートの中では、このその王家の墓を守っている、カッサと呼ばれるハワイアンの方に、それぞれみんな
浄化をしてもらうという、はい、ハワイ形式 の、 儀式をしていただいたんですね、うん、はい、なの普通の多分ツアーとかでは体験できないこういう地元 の、 方のハワイの伝統ということも体験ができます。なるほどね、はいはい、まあ、王家の墓がねこの辺りあるということでございますね。なるほど、ではもう一度カメラの方ですね、ゆこさんの方に戻していきたいと思います。今日はたっぷり美しいですねハワイの、景色、ハワイの様子などもですねお写真の方で伝えていただいておりますけれども、さてゆこさん、まあ、ハワイアンタイムなんて時間があるんですけれども、これは、まあ、どんな体験ですか？そうですね、うん、本当にこっちの方って時間がゆったり流れてるんですね、はい、なので話すスピードもゆっくりだし、うん、歩くスピードもゆっくりだし、なんでしょう、私一回コスコに買い物に行った時にレジでちょっとトラブルがあってすごい、後ろの人を待たせてしまったっていう経験があったんですけども、その時に後ろ振り返ったら、はい、たくさん並んでるんですよ、はい、多分日本だったら何やってるのとか、はい、もうすごいこう視線が気になってもうごめんなさいってなると思うんですけど、はい、もう全然 OK OK って言ってずっと立ち話をしてニコニコして待っててくれるんですね、はい、びっくりしましたね、はい、まあ、好きのか悪いのかわからないんですけど、時間で、はい、時間を過ごして日本に帰ると、うん、こう電車に乗ろうと思って駅を歩いてるとこうみんなすごい早足じゃないですか。そういうでね、そうですよね、うん、私もその辺はちょっと反省しないといけないな。なんか特に日本なんかに行ってるとなんかすごく心がせかされてちょっと人に対する態度とかギスギスしたりとかね、うん、あって、うん、相手が一生懸命やってくれてるのにこうせかすような態度をしてしまったのをちょっと今自分でもふっと思い出して反省してるんですけども、そうですよね、普段からみんな忙しいしね、東京なんか特にも本当に1分ごとぐらいに電車が来るようなスピードで皆さん生活しているから、うん、それが結局どうなんでしょうね、なんか当たり前になってしまって、うん、中にはちょっとこう相手に対する思いやりに欠けちゃったりとかね、あまりにこう心がこうせかされたりとか、そんなのをちょっとハワイに行くと手放せるような、うん、そんな時間がゆったり流れているんでしょうね、島の時間でね。そうね、はい、なのでリトリートをの時は皆さんにまず時計を外してもらうんですね。外してもらう、あ、いいですね、はい、うん、時間を、ね、支配されなく、はい、自分の感覚で行動ということも体験していただいてます、うん、なるほどね、それとっても大切なことですね、はい、コメントをいただいております、ゆうこさんアロハ、ゆりえさんからいただいています、名古屋の山下さん、写真がとっても素敵でした、すごく綺麗に撮れてますね、ありがとうございます、子どもたちが興味津々です、ウミガメイルカに会いたいということでね、ゆりえさんありがとうございます。ゆりえさんとこ小さいお子さんがいらっしゃるのでね、もう野生のイルカちゃんとかね、ウミガメとか見れたらもうお喜びでしょうね、はい、さて、現地時間ハワイの方は今夕方の5時45分ぐらいですか、現地時間の方で、はい、はい、そろそろ夕日のお時間になってくる頃でしょうか、はい、今滞在先の、ね、ゲストハウス広いベランダのエリアから、あー綺麗、今ね画面通してみるとね雲がね、あー見えますね、紫がかったオレンジ色で、あー見えますか皆さん、ハワイのハワイ島のサンセットです。独特のピンク紫オレンジの、混じった夕日、これ刻々と色がね変わっていきますので、後半はこの美しい夕日の様子などもですねご覧いただきながら生中継をしていきたいと思います。はい、ゆうこさん、それではですね、今回もゆっくりの滞在になりましたけれども、そろそろ帰国のお時間も迫ってきているということで、はい、ここ何日間、はい、1ヶ月半ぐらいですか、2ヶ月弱、ね、滞在されてたと思いますけれども、はい、今回のハワイ滞在を振り返っていただいて、どんなことが思い出深いですか。そうですね、
まあ、何度か来てるうちに、はい、今回は地元のお友達がたくさんできたんですね、はい、その中にはやっぱり日系人の方も何人かいらして、はい、本当に何でしょうね、その日本人がなぜこのハワイにたくさんいらっしゃるのかっていう、はい、歴史だったりとか、はい、文化だったりとかっていうお話を伺う機会がありまして、はい、ただやっぱりハワイに来て楽しいとか自分が癒されるっていうのももちろん大事なんですけども、はい、本当にそのハワイの楽しい部分だけではなく、ハワイだったりとかその背景だったりとか文化や歴史をやっぱりこう知ることってすごく大切だなっていうふうに思いました。うん、なるほどね。その明治天皇のところにね、からかう王の人とこう婚約をしていて、それがきっかけで日本人が船に乗ってハワイにやってきたっていう歴史とか、はい、例えばマスケアっていうところは日本でいう伊勢神宮のような場所なんだよとか、はい、そういうこうハワイに対してこうリスペクトするということを、すごくそれが大事だなっていうふうに思いました。なるほどね。で、なのでリトリートももちろん今後もずっと続けていきたいですし、はい、そういうこともお勉強しながら、はい、まあ、より深いことをお伝えできていいなっていうふうに思います。なるほどね。もう一つあって、やっぱり私はハワイ島に住みたいっていうのが、はい、もう来るときに思うんですけど、ええ、こっちに住んでお仕事をして、はい、清美さんのように、オーストラリアに住んで時々日本に行くっていうような、そういうスタイルにすごく憧れてるので、はい、こっちでぜひ結婚相手を見つけたいなと思っていそうそう、そういえばお話もありましたっけね、うん、私ヨコさんとね結構スカイプでお話しさせていただく機会がちょこちょことあるんですけど、ありましたね、その話も続きがね。これもちょっと楽しみ、ね、はい、今回もあったので、はい、はい、そうですね、なんかそう言ってパートナーと一緒にこっちで、もっとそのリトリートとかを回数多く提供できたらなっていうふうに思っています。はい、ね、本当に画面を通して健康で幸せそうで、その素敵な、ね、エネルギーが、ね、伝わってきます。それで今回ハワイ島でしっかりとネットがつながることも確認できましたので、ネットがつながれば、はい、まあ私たちの場合は働く場所は選ばないというのがノマドワーカーですからね、ぜひ夢をどんどん実現してほしいなというふうに思います。そして今回、はい、ハワイ島の方でさまざまなボランティア活動なんかもされたと思うんですけども、 Facebook の方からお写真の方をご紹介させていただきますね。何でも有名なアイアンマンの大会がハワイの方で行われていたようですけど、このボランティアの、はい、レポートなどちょっと振り返っていただいていいですか。まあ、お写真の方が出ております。はい、はい、本当に世界の中で、予選を勝ち抜いたトップアスリートの方たちが集まるようなチャンピオンシップの大会なんですけども、はい、そこのボランティアを、5年ぶりにちょっと2度目の体験をさせていただいたんですね、はい、でそこにはもちろん世界中からその自分の限界を超えるっていうチャレンジをしている選手の方、はい、そしてそれを応援しに来ている、世界中から来ている方、はい、でそれを支えている陰でこうボランティアをしている方々っていうのが本当にたくさんいらっしゃって、はい、それっていうのは誰でもボランティア参加できるんですね、はい、でいろんな例えばメディカルとかマッサージとか、はい、メダルをかける人とか水渡す人とかいろんなセクションがあって、はい、自分の希望するところをエントリーすることができるんですけども、はい、ね、こう 人が一生懸命してる姿をこう応援したりとか、うん、そこを一緒にその大会を成功させるために一つの目的に向かって、いるあり方だったりとか、はい、本当に無条件に国境とか性別とか年齢とか関係なく、みんながこう応援し合うっていうもの、本当に素晴らしくって、はい、なんでしょうね、本当に大げさなんですけど、こうワールドピース、はい、世界平和っていうものをすごく感じさせていただいたんです。なるほどね。で、ぜひもし
毎年10月にハワイ島のコナで開催をしているので、はい、もしね皆さんも来る機会があったら、ぜひぜひもちろん応援するのも楽しいですし、はい、もうボランティアをするとまた違った楽しさを味わうので、本当におすすめをしたいです。ね、いいですね。私もハワイ島ではなかったんですけれども、ホノルルマラソンの時に滞在してたことがあって、で町ぐるみで町の人がボランティア活動するんですよね、ホノルルマラソンの時に。それでどこに行ってもその地元の人が、その観光客の応援の人が過ごしやすかったりとか、もちろんそのレースする人が走りやすいように、皆さんがもう町ぐるみでボランティアしてる姿を見た時にね、本当感動しましたね。ハワイ島のアイアンマンでもきっと同じように、もう町を島を挙げてですね、世界中から来た皆さんを応援しようっていうエネルギーが満ちてたんだと思いますけど、今ワールドチャンピオンシップのこれチャンピオンさんでしょうかね、アイアンマンワールドチャンピオンシップのお写真がいくつか出ておりますけれども、はい、毎年10月なんですね、はい、開催がね、はい、はい、ね、行かれる、もしねアイアンマン、それからスポーツがお好きな方とかねいらっしゃいましたら、この時期に合わせて次回ね行ってみてもいいんじゃないかと思いますね。はい、はい、さあ、ゆうこさん、そして最後にゲストハウスですね、はい、今ご滞在されているゲストハウスのですねご紹介をぜひ皆さんの方にしていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ここのゲストハウスは、クケアロハというゲストハウスなんですね、はい、でその意味は、クもケも、ベリーという意味な、ベリーアロハ、めっちゃアロハって言ったんですって、はい、そういうところで、はい、ここはコーヒー、粉コーヒーのコーヒー農園の中にあるゲストハウスなんですね、はい、なので、今目の前には粉コーヒーの木がなっていて、はい、他にもパパイヤだったりとかバナナとか、はい、パッシュフルーツの木がなっていて、お庭には野生の鶏がいたりとか、はい、野生のターキーが歩いていたりとか、はい、本当自然の中に立っているなんか田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの家みたいな、はい、感じのところなんですね、でオーナーさんのご主人が、デレック中村さんって言って日系4世の方で、はい、奥さんがともこさんっていう方で、日本人で、ナースをしてた方なんですね、はい、でそのお二人がここを経営されていて、はい、なのでお部屋は10個ぐらい、おーすごい広いんですね、はい、あって、でここの今いるラナイから本当に目の前が海と空が見えて、はい、とっても気持ちのいい場所なんですね、はい、なので例えばこう初めてハワイ島に来る方とか、はい、英語がにとってはとってもおすすめの場所です。はい、ね、はい、いわゆる近代的なホテルとは全く違った体験ができるというか、でそこにたまたま同じ時期に滞在された方の世界からいらっしゃった方との交流なんかもできたりとかしましてですね、はい、うん、また市内のホテルと全く違った特別な時間をね体験できるんじゃないかと思いますね。はい、はい、それではゆっこさん、これからもますますご自分の魂の声にね従ってお好きなお仕事を、ご活躍していただきたいと思いますが、今後の告知などを最後に教えていただいていいですか。はい、そうです、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけども、はい、来年の2月の中旬にハワイアンリトリート、はい、今度は第1バージョンということで、はい、第1をにしたプログラムを考えています、はい、そしてハワイアンリトリートではないんですが、他にも2本リトリートをやらせていただいていまして、それは、3月1日から、はい、バブルの時代を経験した年代の方々に向けて、ハワイ島のこうハワイのいいとこ取りをちょこちょことして、例えば例を作ってみたりとか、バッグしてみたりとか、全くちょっとハワイアンリトリートとは違ったコンセプトで、はい、体験をするというリトリート、はい、そして3月の15日からは今度はちょっとこちらのヒーラーさんをゲストにお迎えして、スピリチュアルリトリートというものを、来年の2月3月で3本開催が決まっています、はい、楽しみですね。続々と
魂の声に従って素敵なお仕事が発展していく、今日がまたこのハワイ島からの中継というのがとても、一粒万倍日というですね、一つの粒がたくさんこうね、いくつも増えていくような、そんな縁起のいい暦で行事のお日にちだったんですけども、ゆうこさんの思いがどんどんこのインターネットに乗って世界中から、ね、この素敵なハワイのエネルギーに引き寄せられるようにね、お祈りしております。もうすぐ帰国ですね。来週ですか。でもこの後ちょっとカウア島によって、はい、その後オアフ島によって、はい、今月末に帰国をします。ね、はい。また帰国されましたら、ハワイの経験を生かしてですね、またぜひハワイに行っていただく方にどんどんこの良さを伝え続けていただきたいと思います。はい。ね、今日はハワイ島から生中継、オーストラリア、日本、ハワイとちょうど時間のいいところで日本時間のお昼からお届けしましたけれども、ハワイ島は今ご覧のように素晴らしいサンセットのお時間を迎えています。今ゆうこさんにパソコンを動かしていただいて、夕日の模様をご覧いただいておりますけれども、海に沈んでいくこう雄大なハワイのダイナミックな夕日、インターネットで皆さんのもとにもお届けできておりますでしょうか。あー、なんかため息が出ますね。ね、刻々ともう自然の織りなす色で、決して同じ色がない、同じ形がない、今この時のこの今ここ瞬間のですね、夕日をご覧いただいております。はい、ということでゆうこさん、今日は、長いお時間本当にありがとうございました。これからもね、ゆうこさんの発信、世界のいろんなところから楽しみにしておりますので、私たちに距離や国境は関係ありませんのでね、はい、本当ですね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ハワイ島から、安川ゆうこさんでした。ではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。マハロー。はい、ということでですね、今日はオーストラリアゴールドコーストと、ハワイを、結びましてお送りいたしましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。本当に美しいお写真をたくさんお預かりしておりましたけれどもですね、ハワイっていうのはどうでしょう、皆さんオアフ島のねショッピングももちろんすごく楽しいし、ね、ハワイ島のハワイの気候や海や、まあ、美しいところ満載だと思いますけれども、ハワイ島というのはオアフとはまた少し感覚が違って、大自然に触れられるところ、ハワイの土地のエネルギーをですねより感じられるという島じゃないかなっていうふうに思っています。今日は、グリーンビーチですとか、またキラウエア火山、また、水中で泳ぐイルカたちの姿、またウミガメですね、ハワイアンスピリットウミガメの、お写真などをご覧いただきました。ゆうこさんなんですけれどもですね、大変こうしたハワイをベースにしたお仕事をされていらっしゃる方なんですけれども、日本の横浜もベースにされてまして、コーチング、講座などのお仕事もご活動なさっていらっしゃいます。はい、さて、今日はオーストラリアのゴールドコーストと、結んでお送りいたしましたけれども、今日はオーストラリアも、真夏の青い空が広がっておりまして、こちらの方でも、プルメリアが咲き始めました。先週くらいまでですね、夏の訪れを告げるジャカランダという紫のお花が本当に綺麗に咲いていましたけれども、この時期ジャカランダからプルメリアにバトンタッチしまして、これから続く長いオーストラリアの夏、甘い香りをですね数ヶ月の間楽しめますね。これうちの庭のプルメリアはピンクにちょっと薄い白のプルメリアが咲くんですけれども、プルメリア黄色ものとかね、濃いピンクのものとかいろんな種類がありますけれども、夏がやってきたなっていうふうに思いますね。さて、皆さんのお住まいの地域、日本なんかこれから紅葉なんかが綺麗な時期ですけれどもね、今日は、一粒万倍日、大安、そして満月というですね、いろいろいいことが、重なる、日にちでしたけれども、皆様どんなふうに週末をお過ごしでしょうか。どうか皆様のもとにも素敵な、お知らせ、豊かさ、恵みなどがたくさんたくさん舞い、降りてまいりますようにお祈りしております。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。ありがとうございました。